日光カンツリークラブは栃木県日光市ところのに広がるゴルフ場である。栃木県知事小平十吉には世界に名を知られた日光に観光施設としてのゴルフ場との制作目標があった。栃木県にはナスゴルフクラブがあったが東京人が作ったゴルフ場だと言われていた。栃木県人の手でゴルフ場という目的で 1952年7月19日、小平は、金谷ホテルで、加藤武夫と相談し、栃木県で建設用地を確保し、建設工事も県営で行うことを約束した。1952年8月16日、小戸が谷カントリークラブの加藤京平、アビコゴルフクラブの杉田、霞ヶ関カンツリークラブの加藤二郎、相模カンツリークラブの島田善介の4名に対し、 日光ゴルフ建設に関する技術を嘱託するとの事例を交付したことに始まる。これはゴルフ界では初めてのことだった。1953年7月、北起人会が開催された県知事、副知事、日光町、今井町、それに金谷ホテルなどが出席し、株主には東照宮、林王子、二良山の神社が加わった。コース設計は井上一に依頼。 建設候補地は大谷川の旧はどこに決定した。南大山に向かって広く開けた土地で日光の面向きを感じさせたからだった。1954年1月、各ホールの造成工事に着手した。1955年4月3日、アウトコース9ホールが完成し、仮開場した同年5月22日、インコース9ホールが完成した。1六十四年、 社団法人日光カンツリークラブが設立された。郵便番号321-1421栃木県日光市ところの2833番地に鉄道道路。ありがとうございます。